みんなの票が軽くなってる。もう殺意増し増しになってる。人を殺すのに躊躇がない。じゃあ10秒後にキリトサボタージュお願いします。さっチレチレ。あんまり近づかないで欲しいけど。オーマイナー、いやオーマイナーすごいね。黄緑青はい、なんだと。もう一人死んでる。八つ葉さんがウェポンのシューティングのところで死んでました。はい、あ、八つ葉さん、八つ葉さん、僕今シールドにいますね。リアクターです。リアクター治りましたもんね。うん、え、治ってない、治ってないか、治ってないか、ってついてたからその位置を押してたのが自分です。高田さんを見た人はいます？見てないっすね。見てないな、どこ見てない。左にはいないっす絶対。うん、左はゆいさんとげんさんとメタ教授です。あと夏目さんもいた。一緒には行ってないけど先行してたって感じですね。うん、あ、見てないな。メットベイ行ってたから、ちょっとすれ違ったよね、ゆいさんとは。うん、すれ違いました。メットベイ。夏目さんとカフェテリアですれ違って、下方面に行きました。ストレージです。最終地点はエレクトリカルの入り口ぐらいです。じゃあ、神宮寺さんかな。いや、ゲンさん、いや、僕、ストレージの、どの辺って言ったらいいんだろうな。カフェテリアの右上やった後に、うん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 、でその後に一瞬右行ったんですけど、リアクター鳴ったんで、そこからストレージへ抜ける途中で鳴ってるので、あの今レポートが鳴ってるので、でその時になんかタスクやってるやつ挟みたんですけど、でもすれ違ってないんだよな誰とも。ん、どこって言いますか。最終位ストレージの入り口ぐらいです。いたけどな。センターさんいました。アドミンでちょっと長めに座って出ようとしたときに神宮寺さん見てないけどな。僕もでも神宮寺さんに入れちゃいました。僕もセンターさん見てないですよね。神宮寺さんかな。やべえなこれ。みんなの票が軽くなってる。もう殺意増し増しになってる。人を殺すのに躊躇がない。すげえ展開だこれ。で、許されたら終わるから。何の迷いもなく入れちゃったけど。エンさんも一応殺害可能ではあるけど、わざわざ見戻ってきてもな。うん、うん、まあアリバイが一番なかったのが神宮寺さんっていうことと、あとユイさんのセルフレポートはほぼほぼないと思うんですよね。リアクター鳴らしてそこでキルしてレポートって狼だと考えにくいので。武雄さんは神宮寺さんです。私は、はい、そう、さっきね言おうとしたんだけどね、ずっと初手エレクトリカル行って、エレクトリカルから一歩も出てません、誰にも会ってません。で今直したのが武雄、クロムでリアクター直してます。うん、瀬田さんもほぼ無理かな。あのメトペイから最終位置アドミンっていう動きはほぼほぼ理解できるので、本当に最後ぐらい、アドミンに分かれる時ぐらい、カフェテリアからアドミンに分かれる時ぐらいまでは多分一緒にいたんで。自分も無理でしょう。証言リアクターにいて、その位置ついてるのを皆さんが見てるのであれば、ヤツハさんは無理だと思います。誰か可能なの。ヤツハさんは神宮寺さんだと思う。だから高田さんが分かんないんですよね。あの初手右行った方は黒川クロム、
きましたね。一人だったと思いますね。カフェテリアで終わらせてから見に行ってるんで。クロムさん、じゃあクロムさん視点誰が怪しいですか。だからユイさんぐらいしかいないんじゃないですかね。ユイさんになるの。ユイさんぐらいしかいなくないですか。アキオさんじゃないの。人はアキオさんってどこにいたんですか。エレクトリカル一歩も出てません。クロムさん視点、左の4人の証言信じるんだったら竹尾さんしか残ってなくない。でかつ高田さんが右に来てるんだったら下しかなくない。高田さん行ったのが、だったら死んだ高田さんと竹尾さんが下行ってる。ごめんなさい、八葉さんと高田さんの位置を混同してましたわ。高田さんまだちょっとどこで死んだか分かんないですけどね。分かんないけど初動下のが濃厚なんじゃない。初動下なんですか。あが濃厚なんじゃない。だってクロムさん視点ね、あくまで嘘ついてるかもしれないけど、まあ落ちてそうだけどな、神宮寺さんで。青いとちょっと違和感あるよね。なんか顔色悪い、今日、ゲンさん。あっさ。竹尾さんとクロムさんのペアでもいいかなと思ったんだけど。センターさん今どこいます。今セキュリティカメラついてるけど誰もカメラを見てないと思う。え、ロアエンジン誰いました。ロアエンジン誰もいなかった。僕ロアエンジンに助け合ってからセキュリティ行きました。はい、ですね、死体がですね、夏目さんの死体がエレクトリカルの右上にありました。うん、で直前に先端さん、直前っていうかちょっと前に先端さん入っていくのを見たんで、どうしたんだろうと思ったんですけど、私アドミンでその後、見てたんですけど、エレクトリカル2になったタイミングがあって、でその時ロアエンジン1エレクトリカル2っていう感じだったんですね。だから先端さんがロアエンジンセキュリティって入ったんだったら、まあ辻褄まあ合うかなと思うんですけど、そしたら誰かベントキルしてるんじゃないかと思います。うん、僕ロアエンジンいますけどね。あ、じゃあクロム先端で話食い違ってるってのありません？僕セキュリティ1はの瞬間見てないってことですよね。だからエレクトリカル向かってたってことですよね。はい。ロアエンジン、僕最終位置がロアエンジンなんで、ロアエンジン。その前どこ行ったんですか？その前はアドミンで。アドミンからストレージロアエンジンですね。停電直せなかったってことですかね。停電の後の話ですね。停電の後の話です。直前の話ですね。停電の直前は僕ストレージにいて、停電が直ったのでアドミンに戻りストレージロアエンジンですね。それだったら竹尾さんとすれ違ってないとおかしいけどな。竹尾さんとは、うん、だから一回会ってますね、アドミンで。どうでしょう、竹尾さん。そう、お会いしました。は、お会いしてます、竹尾さんとは。竹尾さんとはお会いしてるっすね。先端さんとエレクトリカルの入り口で連れ違ったことは覚えてるんだけど。アドミンで一緒にいますね、竹尾さんと。ゆいさんって初手どっちでしたっけ。右です。お願いします。ゲンさん見てます、おつで。あ、了解です。黒川さんごめん入れちゃった。嘘つくの難しい。ないっすね。まあアドミンで一緒にいたとはのは本当っすけど、別に図鑑軸が違うっす。なんか結構本当のこと言ったら絞られちゃう感じありますよね。そうですね。そうなんですよね。嘘ついたら下手くそでダメでした。やっぱこの人数は早めに釣らないと、
後手後手に回ると割とすぐ二郎残りで終わっちゃうイメージがあったので、いや右手殺したの早計でしたね、神宮寺さん、ごめんなさい。いや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 、もうあれやるやるしかなかったじゃないですか僕らは。間違ってでもする日だと思うんですよね、あの場面は。いや、あのまま行くと高田さんに見つかってしまうと思ってキルしてリアクター鳴らしたら、おゆいさん来ちゃうしと思って、ゆいさんよかったな、ゆいさんの発見がマジで嫌だったな。嫌でしたね、あれ本当に嫌だったな、あれ嫌だったな。初手2人で右行って右に行った人、いやよくないっすね、よくないっすね、一緒に右行く、あれよくないっすね。右にいた人全滅したらゆいさんが来ちゃったっていう。難しい、インポスター難しい。すごくシンプルに終わっちゃいました、すいません本当に。すごいみんな躊躇なくつって。殺意高かったですね。インポスターも殺意高いし、村も村も殺意高いし。